皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師のはずの滝沢でございます。今回の動画ではですね、こちらフレームドラムの使い方を皆様にご紹介をさせていただこうかなと思います。なんでかと言いますと、このフレームドラム、先日動画の中でちょっと登場させたら、結構な人が買っちゃったみたいで、買っちゃったって言い方もあれですけども、結構な人が買っちゃったみたいで、どうやって使うねんという話もよくいただきますので、ちょっくら僕がどういうふうに使っているかをお話しさせていただこうかなと思います。僕自身もこのフレームドラムに対して全然知識ないですし、これどうやって演奏するのか全くわからないんですけれども、でも僕が思う滝沢流とでも言いましょうか、滝沢流のフレームドラムの演奏の仕方をお話しさせていただこうかなと思います。とりあえずこの持ち方なんですけれども、慣れない方、こういうパーカッション系に慣れていない方はですね、この両膝に挟むスタイルが一番良いかと思います。こうすると、その両手が自由に使うこと、両手が自由に使えるので、このスタイルが多分一番やりやすいですね。で、もうちょっとこのパーカッションとかに慣れている方は、膝にこんな感じでこう立てて、左手をこう添えて、こういうスタイルでもありです。で、もうちょっとこの違うスタイルがいいよという方は、タンバリンみたいな感じでこう持って、この左手のこっちの指で、このね、ちょっとこう叩いたりとかするようなスタイルがいいかなと思います。普通にこうね、チューブラにして、みたいな感じでやってもいいですし、まあ、その辺の持ち方はお好きなスタイルでやってみてください。おすすめとしては、まずこれです。ではでは、ドン、テ、ク、パというこの4つの音色があるんですけれども、まずこれの出し方を練習してみましょうか。ドンというのは真ん中ら辺を叩いて低い音を出す。これがドンの音。右手でこの真ん中ら辺をこの、ね、素早くパンパンパンと叩くんですが、僕は割とこの薬指と中指でこう叩いているような感じでしょうか。手全体使ってもいいと思いますし、人差し指だけでもいいと思いますし、まあ、その辺は皆さん その指の形状とかにもよりますので、どんな感じで叩いたら低い音が出るかなというのをちょっとチャレンジしてみてください。試してみてください。目的としては低い音を出すことです。低い音。あ、感じが変なふうになっちゃった。低い音。真ん中ら辺をちょっと触るような感じで叩く。この叩くスピードがこうゆっくりすぎてこう、ちょっと押し付ける感じになっちゃうと、低い音が全く出ないので、指が打鞭に触ったらすぐ指を離す。という感じでやるといい音が出るかなと思います。で、その次、手。手に関しては、まあ、右手で、まあ、どこでもいいです。なんかこう触ったときの、このハシャハシャハスっていう感じの音。これが手。で、クはこれの左手バージョンって感じですね。手の左手バージョン。もうどこでもいいので、触りましょう。なので、テク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 とやる場合だったら、テク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 という感じになります。で、最後、パ。これは右手で端っこら辺をスラップする感じで、引っ叩く感じで高い音を出します。こんな感じ。この手首のしなりとかをうまく使って、軽いんだけれども素早く。っていう感じで、軽いんだけども素早く。という意識をすると、いい音が出るかなと思います。ドンに対して、パの場合は高い音を出すことが目的なので、どういうふうに叩いたら高い音が出るのかということを意識しながら、ちょっと練習をしてみてください。パ。もう一回やってみましょうか。まず、ドン。で、手はこれ。で、クはこっち。で、パは。という感じです。こんな4つの基本動作をもとに、ちょっとこの動画の中で1つ、2つパターンをやってみようかなと思います。まず、ドク、テク、パク、テク。こんな感じですかね。ドクテク、パクテク、ドクテク、パクテク。ちょっとやってみますと、こんな感じ。こんなリズムです。最初にドと言ったらク、
両膝に挟んでいるスタイルでも一緒です。ボクテック、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 ボクテック。こんな感じです。このオルタネントという言い方をするんですけれども、右手と左手がこの交互にいく、このリズムの作り方、これがうまくできていないとかなり難しいかなと思います。普通にこのテク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 だけ。これがそこそこできる人だったらば、結構余裕だと思います。でも、これめちゃくちゃ難しいよという方はですね、まずテクテクだけ練習すると良いかなと思います。テクテク。テクテク。ひたすらこうテクテクを続けると。テク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 。ゆっくりでいいので、一定のリズムでリズムが速かったり遅くすることもなく、キープして、こんな感じで叩くと。これがなんとなくできるようになってきたら、途中にドを入れたり、パーを入れたりして、ドクテク、パクテク、ドクテク、パクテク、ドクテク、パクテク、ドクテク、こんな感じになります。ではでは、これだけだとちょっとシンプルすぎるので、もう一個ぐらいいってみましょうか。ドクテクパ。しまった。むずいな、これは。ドクテクパクドク。ドクテクパクドク。ドクテクパクドク。そんな難しくないか。どうだろう。ドクテクパクドク。こんな感じ。こんな感じのリズムでございます。で、もし余裕があるようだったら、ドクテクパクドクテクドクパクトクとかやってみましょうか。色をつけた方がわかりやすいかな。ドクテクパクドクテクドクパクトク。ドクテクパクドクドクドクパクテクドクテクパクドクテクドクパクトク。こんな感じ。ちょっとこう8ビートっぽい感じですか。こんな感じ。こんな感じです。で、さらに慣れてきたら、こういうところをね、そのパを多めにして、ただちょっとフィルインっぽくやってもいいですし、パパパパとか。そんな感じで、まずその低い音と高い音を出すことに慣れることが、まず目標って感じですかね。前提といいますか。で、ドラムでいうバスドラムとスネアみたいな使い方なんで、あとはそのドラムのリズムを真似ていろいろやってみてもすごく面白いかなという感じでしょうか。とりあえずまあ基本としてはそんなところです。ド、ト、テ、ト、ク、ト、パ。この4つの音をうまく出せるように練習をしてみてください。このテクの辺、この辺の音色に関しては別にばらつきがあったらいいと、ばらつきがあったらいいと思います。ドはしっかり低い音が出て、パーは高い音が出る。これが守れれば OK です。そんな感じで、今回の動画は終わりにしましょう。もしかしたら続きがあるかもしれませんので、よろしくお願いします。それでは、さようなら。うふふふ。